片腕骨折、あばら数本骨折、今私がわかる程度だとこんなものね。普通なら終わり、だけどあの子はまだ何かしてくる、長年の勘がそう言ってる。さあ、信号を使った、カボは消えた、これで俺の能力が干渉できる。俺のカボは専属人たちによるもの、それは今大会では不必要ゆえに大きな存在にはならない上に、俺へのデメリット換算が大きい。そして両者能力強化、これはお互いメリットを強く出しているゆえに言い分、むしろ能力に強く依存する効果さんに対するメリットが大きい。結果、ほぼメリットとデメリットがイコールになっている。さすがメリア、俺だとここまで考えられない。あとは使いどころだ。たとえ矛盾を今消しても、俺はこれだけの負傷だ。素で負けるだろう。決めるなら一撃、しかもそれで5体満足だと意味がない。確実な一撃が求められるんだ。進化解放。ダメだな、痛みでオーラコントロールができていない。最初の状態に比べても大幅に威力が下がる。ネル的にはどうなの？神格解放までしたんだ。主様もわかっているが仕掛ける一撃目が勝負どころだ。ここを逃すともう勝機はない。戦況を変えるほどの逆転が必要なんだ。さすが、漁師とはいえ、指揮家に育てられただけのことはあるわね。まだ諦めないって気持ちが強く伝わってくるわ。いいわ、その覚悟に免じて、死んでもなお粉々になるまで攻撃の手を緩めない。これが私の、絶対に油断しないという覚悟、だ。私の矛盾による強化を無視して攻撃してきた？一体どんな方法で？ダメだ、不意をついたのに、どれだけ丈夫なんだ、この人は。5体満足。相変わらず状況は苦しい、都合よくいかないな。念のためだ、状況把握するためにもう一度同じ攻め方をする、それで全てわかるはず。だけど、今度はオーラでガチガチに固めてきてる。もう一度拡張を得たいってことかよ。俺にわざわざ回り込んできた？油断はしない？自分の折れた腕を犠牲に？なめんなよ、世界三強。俺だってオーラを固めたりするし、俺たち使えない腕をこうやって切り捨てたりだってする。覚悟を決めてるのはあなただけだと思うな。天の絵効果。絶好。なんだ、今の一瞬の出来事は。状況を説明します。効果選手が里選手の背後を取り、まだ折れていない右腕を狙い攻撃しました。ですが、里選手はそれを読み、体を回し、折れている左腕で効果選手の右フックを受けた。だが里選手はそのまま耐え、効果選手の左腕を掴み、自身のところに引き寄せた。そしてそのまま効果選手の左腕にカウンターの右フック、そして効果選手はもろに受け骨折。これで互いに左腕を失った。当然突き飛ばされた同時にあばらも折れている可能性は高いです。状況を5分に戻した。進行だな、メリアからは聞いていたが、このタイミングだったか。さすがだ、やはり戦術や指導はメリアの方が優秀。そこは認めざるを得ないな。でもあの身のこなし、ネルが教えた近接だよね。ああ、私に殴られすぎているからな。受け身からのカウンター狙いはこの数日で慣れたもんだ。それに、主様、構成を完全に習得した。見ろ、片鱗はあった。あのデカブクを一掃した時が、気分が高まり、なおかつ冷静で、最大限の集中力。そして最後に必要なのは、構成。オーラの波が一切なくなればそれは完成する。一切の無駄をなくした精神の境地、無駄の境地。ありきたりなパワーアップとは違う、強いて言うなら周りが極度に遅く見え、だが思考や体は逆に数倍の反応速度で動き、力の流れを完全に把握することも可能となるだろうな。さっきまで早かったのに遅く感じる。能力か、心当たりはないけど。矛盾が完全に攻略されたわけじゃない。臆することはない。攻めたらいいの。何？抱き寄せてきた。しかも怪我してるところは優しく包んでる。何を考えてるの。怪我させたとはいえ、能力上昇させて危険度は高い。こうやって動かさない方がいい。抜かりないな。我が主様は、試合中でも年の差関係なく乙女心を射抜きにかかるか。まあまあ、あれだけ専属神もいたら意識してなくても女性への扱いは上手くなるって。黙れ、私は一度もされたことないぞ。そこをね、主要では常に殴って、倒れてる主様に容赦なく蹴り入れてたんだからね。いつまで掴んでるつもり？うん、決めた、これがいい。おっとー、里選手、まさか天の絵選手を優しく受け止めたと思ったら、そのまま抱きついたー。試合中に告白か、どっかの展開地みたいにしちゃうのか。何を？もうこれで逃がさない？逃がさない？武術の天才でも、速度に自信があっても、身動きが取れないといくら矛盾で強化されていても無意味だよな。天の絵さん？この子、私の身動きを封じるために？私の乙女心をもてあそんだのかー。何の話だ。
効果の件はともかく、パトの作戦は正解だ。あれだと効果は何もできない。お互い左腕骨折、まともな近距離ができない。そしてパトは効果より近距離が弱い。なら必然とこの流れになる。要はプロレスだ。そうね、文字通り、一度掴んだチャンス。ここでパトが効果を締め技とかで意識を飛ばせれば勝ち。逆に効果に逃げられたらまた状況は不利だし。だけどもう二度と同じ手は通用しないから状況は悪くなる。結構、無尽無効果。少なくとも強化される法則はわかる。これで、ここ、と、だけ、は完全に抑える。まずい、このままだと意識が飛ぶ。絶対に抜け出さないと。話せ。クソ、矛盾、が無効化されている。この状態だと、聖剣操作、も無意味、どうすれば。いや、まずは全部使ってみろ。諦めるな。ここ、と、だけ、は使えない。なら、矛盾、はどうだ。使える。相手は今の私以上の力。なら成功は可能。この状態だと決定打にかける。寝技で体全体を使わないと意識を飛ばすのは無理だ。矛盾。パト選手、寝技を決めた。これは天野選手も抜け出せない。どうするのか。なんで、矛盾は発動しているのに。柔道だ。上体、特に顔部分に体重を乗せて力を加える。もう俺だって満身創痍だ。どれだけ覚醒したって、進化したって、骨折れてんだから力なんて入りやしない。俺ができるのはただ天野さんの首に体重をかけるだけだ。この時私は勘違いしていた。相手は私より力を出していると考えていたが結果は逆。相手はただ体重をかけてるだけに対して、私は体全体で力を出して抜け出そうとしていた。最後は私の矛盾が私自身を苦しめた。そして決着。決まった。パト選手最後は寝技を決め、天野選手の長所である動きを完全に封じ込めた。最後は酸素不足と首を絞められたことによる脳への血流遮断で意識が朦朧とし、自分の矛盾に対してまともな思考ができなかった。2回戦第5試合、勝者パト選手、世界最強を破りベスト8に進出だ。勝ったのか。俺1年前までニートで遊んでばかりで迷惑ばかりかけて、みんなに力を貸してもらわないと何もできない俺が。そうか、やったのか。負けたわ。天野さん、喉つぶれてるので喋らない方が。今言いたいのだから言わせて。この人すごい、数分もしないうちに意識を戻した。まさか、矛盾を攻略してくるとは思ってもいなかった。それにその流れから今度は的確に私を追い込んだ。教えて、どうしてあの時、私がもう片方の腕を狙うとわかったの。天野さんはどこまでも注意深いからです。俺の策なんて一切聞かなかった。やりたいこと全部読まれて、前半なんていいところなしでした。だから天野さんはとどめを刺してくるという俺の読みを考えて、どっちにしろ勝敗が決する俺のもう片腕を狙う、そう考えたんです。そっか、東屋兄さんに言われて直したつもりだったけど、人はそうそう変われるものじゃないわね。おめでとう、あなたの勝ちよ。最後はいい判断だったわ。本当は近距離戦に持ち込みたかった。聖剣で姿をくらましながら的確に倒したかった。環境を利用した戦術だってあったし、剣術だってあった。でもそれらを全て動きごと封じられたんじゃどうしようもない。単純なことを見失ってたわね。もう話終わっただろう。じゃあ行ってくるね。最後はちゃんと私の作戦通りか。しかも一番成功確率が低い作戦だ。月下の時もそうだったが、私は自信が強いがゆえに確率の高い作戦や戦術を選ぶ。だが、実力が同等の場合、時に破格率が低い攻撃がむしろ勝利につながることがある。お互い勝率の高いことを呼んでくるのだから当然といえば当然、その中で可能性の低い戦術はハイリスクだが、その分色をつける分ハイリターンを狙える。私の支持者としてはまだまだだな、もっと精進しなければな。パト、東屋のところまで来るかもね。気が早い、まだアランがいる。あいつも去年ベスト4に入ったレッとした実力者だ。そうね、東屋もまだシグエン選手もいるし、この次の試合、せっかかメリアちゃんのどちらかがいるもんね。ああ、今回の大会は最初から最後まで退屈しない、望むところさ。主様、ダメだよ、二人とも重傷なのに。ちょうどいい、見える、天野さんを頼む。主様は？今すぐにでも報告したいんだ、じっとしていられるかよ。勝ったよ、メリア、寝る。はい、いても立ってもいられませんでした。ああ、よく頑張った。まだ終わりじゃない？次はアランとのリベンジ戦だ。また俺に力を貸してくれ。はい、私のできることすべてをかけて。そうだな、アシストすると言ったんだ。最後まで付き合う。
だから最後の最後まで気を緩めるなよ、主様。ああ、でもまあ、さすがに疲れた。ミエルが帰ってくるまで休んでるよ。そうだ、まだ八甲さんのところに行くためには2回勝たないといけないんだ。でも今は、疲れた。勝手にうろうろしたら怒ってるやろか。もしかしたらまだバレてないかもしれんからな。寝てるんかい？疲れ切った表情。それにもう至るところがボロボロ。今回はうちが手を下すまでもないな。今は勘弁したるわ。ゆっくり休みや、だるし。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。